こんばんは。はい、今日は2020年10月27日火曜日です。今夜も YouTube で無料占いを受け付けてます。占いしたい人は、お電話、LINE、Skype、Skyphone、Viber、Instagram、Second Life などで音声通話で呼び出してください。チャットで占いをしたい人は、セカンドライフの方に来ていただければ、チャットで占うこともできます。セカンドライフというのは今私がいるこの場所なんですが、ちなみに今画面に映っているアバター、ちょっと真っ暗でよくわかりづらいと思いますが、そうね、背景が真っ暗なのは良くないね。背景をちょっと変えよう。太陽を正午とかにしたら、明るすぎるけどいいや。いつものアバターなんだけど、フードをかぶってる状態です。ただ、このフードをかぶった状態も想定外で、髪の毛がちょんちょんちょんとはみ出てちょっとみっともないことになってるので、あまりこう、まあね、この状態にはしたくないというか、本来は、まあ、要はね、この辺ちょこちょこ出てる髪の毛ね。これはみ出ないようにきちんと作ってあるはずなんだけど、それがうまく動いてないというか、セカンドライフの中のね、このオブジェクトというか、フードに組み込まれているプログラム、スクリプトなんだけどね、スクリプトで自動的に髪の毛がね、こう、隠される設定になってるはずなんだけど、それがうまく機能してないんだよね。まあ古い昔のね、フード付きのこの衣装なので、最近のセカンドライフのバージョンアップとかで、もうこういう機能が使えなくなってしまったということかもしれません。ちなみにこれフードね、コマンドで、オンにしたりオフにしたりできるんだけど、これがいつものアバターね。それで、これにフードもう一回被ると、はい、こんな感じで、フードを被った状態。ね、髪の毛ちょんちょん出てるのすごくかっこ悪いよね。で、今日はこうやってフードをつけたのには、まあ理由というわけでもないけど、リアルなアバターではなくてリアルの私自身と、がフードをつけると、アバターとそっくりだなと。まあそう思ってちょっとね、フードをつけてみました。どうですかね。まだリアルの方が顔でかいか。思いっきりちょっとセカンドライフを大きくして。あ、この大きくしすぎ。これぐらいならちょうどいいか。もともと、リアルの私の顔に近づけて、セカンドライフのアバターの顔も作ってるので、似ているはずなんだよね。まあ、フードを取った時の顔が似てなきゃあんま意味ないんだけど、ちょっとフードをもう一回ね、外してみると、ちょっと変な影が出てるな。もうちょっとなんか太陽の位置を。日の出、あ、まあこれぐらいでいいか。これで、フードを外すと、フードを外すと今丸坊主なので、全然セカンドライフのアバターとは似ても似つかない顔になっちゃってるけどね。でも、セ
セカンドライフのアバターの髪の毛を外したら、もしかしたら似てるんじゃないかなと思うんだけど、どうですかね。まあ、この金髪のセカンドライフのアバターの髪の毛は、私が自分の好みで選んだわけではなくて、まあ、人の好み。他人に勧められて金髪にしてるだけですが。で、この目玉も、セカンドライフの目玉ね。これも自由に付け替えることできるんだけど、これも人からもらった目玉で、実際の私の目の色とは違います。ちょっと緑がかってるね、西洋人っぽい緑色の目をしてます。まあ、これも一応もらいもんなので、とりあえずつけておりますが。さて、フード。フードつけると結構あったかいのよね、頭がね。丸坊主の頭には。なので今日はこれでやりましょうか。占い師っぽいし、なんとなく。さて、今コーヒー入れたので、またコーヒー一杯飲んじゃいましょう。ちょっとね。とりあえず一つは、このヘッドホンね。はい。これ割と新しいヘッドホンで、買ったばっかりなんでね。まあ、買ったばっかりって言っても去年か一昨年ぐらいだったかな。まあ、ちょっとよく覚えてないけど、ほとんど使ってないんだよね。まあ、使ってないのは理由があって壊れちゃったからだけど、ちょっと、この付け根のところがすごく弱くて折れちゃったんだよね。こっちはまだ、こっち側折れてないから、ちょっと近づけてみるとわかるかな。こんな感じの構造になってて、まあ、ここはね、こう稼働する仕組みになってて、でここの付け根がすごく細くて弱くなってるから、ちょっと力が加わると折れちゃうんだよね。で、実際もこっちが折れちゃって、で、今ガムテープで補修して、補修というかまあ無理やりこうくっつけて まだ折れたまんまだけど、これくっつけてね。とりあえずヘッドホンこうつけても、まあ、一応音楽は音楽というか音が聞こえる状態にはなってるんだけどね。まあ、一応使えます。今、まあ、使ってはいるけどね。で、さらに、このイヤーパッド、この部分は、あの、素材がな、まあ、まあまあいい素材というか、まあ、別に高級というわけじゃないんだけど、まあ、スポンジのね、肌触りのいい素材を使ってるので、そこはすごく気に入ってるんだよね。よくあの、レザーとか、あの、なんだろう、ビニールっぽい素材のね、そういうヘッドホン、結構そういうのは多いけどね。おそらく、この密閉性が高くなるほどいい音になるから、そういう素材が多いと思うんだけど、これはスポンジなので、密閉性みたいなものはやや低くなるけど、こう装着した時の感覚ね。まあ、普通はこうやって耳に直接つけるわけだけど、こうやっては、ね、この肌に直接当たる部分が、ベタベタしなくて、まあ、肌触りが気持ちがいいので、それは気に入ってます。ただ、この辺がちょっとブラブラしてね、ちょっと気になるけど。で、問題は、このヘッドの中、ここなんで今、白く見えるけど、これはティッシュペーパーをね、入れてあるんだけど、ただ入れてあるだけです。固定してあるわけでも何でもなくて。あ、ちょっとひっついちゃったかな。で、今こうなってるけど、これも、もともとはここにスポンジが貼り付けてあったんだけど、それがボロボロになってきちゃったから、もう剥がしてね、今プラスチックがむき出しの状態になってるんだけど、それだと、このプラスチックの部分は耳に当たって痛くなるので それで今はこうやってね、ティッシュをこうやって入れて、耳に直接プラスチックが当たらないように
まあ、補修してあるんだけどね。ただ、入れたるだけです。ね、固定してないとすぐ落ちます。で、こうやってやるとね、とりあえず、普通にヘッドホンとしては機能する。普通に使える。まあ、そこそこいい音のするヘッドホンです。いい音って言っても、これ1800円ぐらいで買った安物のヘッドホンだけどね。安物にしては、いい音がするヘッドホンです。いい。だけど、作りがね、要はすぐ折れたりね、中のスポンジが剥がれたりね、ボロボロになったり。ほとんど使ってないのにスポンジがボロボロになっちゃう。なんてね、本当欠陥品だよね。もう完全に欠陥品なのよ。まあ、だから安かったんだと思うけどね。まあ、それでも一応、音は聞けるし、今私が持ってるヘッドホンの中では一番いい音で聞けるので、これを普段使ってるわけだけどね。あと、ここ。要はここはね、これ、まあ、プラプラしてる。これは、頭の部分を押さえるためのもので、一応伸び縮みするんだよね。ここに、ゴムで、繋がってて、こうやって引っ張ると、伸びるので、頭の大きさに合わせて、こうやってね、ピタッとフィットしてくれるという仕組みなんだけど、まあ、あってもなくてもあんま変わんないみたいなね。で、まあ、プラプラして邪魔なんだけど、ってね。で、まあ、この頭の、てっぺんに当たる部分だよね。ここに直接当たる部分は、結構頭の油がついてベトベトしてくるんだよね。まあ、それが嫌で、まあ、よくね、最近は、この、バンダナをつけたりとか、今みたいに、まあ、フード被ってることは普段ないけど、まあ、バンダナを、ね、まあ、頭につけて、まあ、ちょっと、結んであるやつを無理やりつけるけど。こうして、で、頭のてっぺんをちょっとね、こうやって布で覆うことで、これで、頭の油がここに直接つかずにベタベタしないっていうね。そういうメリットがあって、家の中でもバンダナつけてたりするんだよね。で、バンダナよくこうやってね、耳を覆って、こうやってつけるつけ方もあるというか、まあ、こうやってつけるのも割とスタンダードなバンダナの巻き方。あんまかっこよくないけど。ね。そうすると、まあ、ここが、イヤーパッドがベトベトするようなやつでも、こうやってやれば、バンダナが間に挟んであるから、ベトベトしなくて済むっていうね。そういうメリットもあるから、こういうつけ方をするときもあるけど、ただこれやるとちょっと耳が押さえつけられすぎちゃって耳が苦しくなるというか痛くなったりするのであまり耳を覆うような使い方はしておりません。まあたまにするけどね。はい、今ヘッドホンの話を少ししましたが、で、チャットの方に占いをしてくれますかみたいなことを書いてる人が二人ほどいますが、最初に説明したように、チャットで占いをしたい人は、セカンドライフの方に来てください。セカンドライフというのは、こちらですよ。ね、3D 仮想世界のセカンドライフ。よいしょ。こちらです。まあ、どういうところかというと、こういうところなんですが。ね、あまりうまくいかないな。これって、ちょっと後ろからでいいか。で、この世界の中で、例えばチャットをするとどうなるかっていうと、こんにちは、とね、こうやって吹き出し形式で表示されます。はい、まあそんな感じで、チャットで占いすることもできます。
まあなんでセカンドライフでセカンドライフでないとチャットできないかというと、タイムラグがあるからだよね。一応 YouTube のライブ配信の設定で超低遅延っていう設定になってるので、まあチャットの発言とね、私のこの音声の配信とタイムラグはまあ最小限には抑えられてるんだけど、それでも数秒から十数秒ぐらいのまあ遅延タイムラグがあるので会話がしづらいんだよね。まあできないことはないし、以前はそれでやってたけど、まああまりスムーズにできないので、もうやらないと決めました。その代わり、セカンドライフの方のチャットでやれば、まあこの中だとね、スムーズにチャットができる。タイムラグがほぼゼロの状態でできるので、まあチャットをするんであればこちらに来てやってもらえれば、ライブ配信中もね、スムーズに会話できますよということでやります。当然音声通話、電話とかでもね、タイムラグなしでできるので、まあ、ライブ配信中ね、そういうタイムラグとか一切気にせず、要はストレスかからない状態でね、お話しするためには、音声通話にするか、セカンドライフのチャットを利用するか、どちらかしかないかなと思って、そうやってやってます。まあ、できないことはないんだよね。YouTube の配信ページのチャットを使うことも、できないことはないんだけど、あえてやりません。まあ、無料占いなので、ね、何でもかんでも OK という緩いような状態で受けるんではなく、多少制限はつけます。無料なのでね。まあ、無料でやりたい人は頑張ってね、できるような環境を作ってください、自分で。